議会はこんなに晴れています。夏日和です。おっと、大丈夫ですかね。今から山奥に入っていきます。この風景がどう変わっていくかご覧ください。私の記憶でもそこのところに駐車場があったと思うんだけど、無料じゃないんだ。ここはどこにいるのか、先へは行けんのかな。最先閣の裏でね、こういうなんか歴史あらたかそうなとこがあります。あれ、宇野市さんみたいな人までいます。どこがあるかと気がつきませんでした。山あいですね。ここに立ち入り口って書いてあります。おお、風が涼しいです。立ち入り口です。もうここがここが滝の入り口です。はい、では、ま
りましょう。やはり忍者演習とかのツアーがあるのかな。くのいちさんがやっぱり。横から回ったつもりだったんですけど、山椒魚センター通らないとこっからじゃいけません。400円かかります。出します。さっと行こう。ここにでかいのがいます。お料理の集めに大山椒魚です。次の滝です。しばらく来てないので抜け道とか忘れてしまいました。あそこの木がでかいですね。結構道が長いじゃん。大きいですね。石が大きいです。水が澄んでます。お魚が泳いでます。大きい滝に多分近づけます。あそこに大きい滝があるはず。ここが第一の滝です。上に橋あります。水が澄んでます。今岩場に立ってます。ちょっとそこですね。ここが滝です。そして階段登ると第2の滝があります。第1の滝を上がっていったところ、こちらに第2の滝があります。では見に行きましょう。こちらが第2の滝です。結構足を洗ってます。ここが不動滝、手洗滝まで570m です。下見ると結構深いです。階段多くてしんどいです。こんな感じです。結構しんどいですね。先のところに前はよく見えな
って見てたんですけど、あれどうなってるでしょうか。海水浴してる子がいます。水澄んでて冷たそうですね。どこでしょう。ヤクラみたいなの前あったのにな、もうないのかな。確かこれが何番目かの滝なんですよ。もうなんか上の方に行っても、大して滝らしい滝はなかったと記憶しています。あれ、いつもなんかもっとすごい滝なんですけど、もしかしたらこのところずっと雨ないので、いつもほどの豪華さがないんじゃないのかと思います。この程度ならもう見応えあんまりないですね。求めなき駅の先が、千畳谷氷空城岩ということですけど、これが乙女崎じゃないのかなと思います。もうこの辺でリタイアする道がどこかにあったはずなんですけど、裏道があったはずなんですけど、裏道帰る道を覚えてないんですよね。もうこの辺で絶対抜け道あったはずなんですけど、どこが抜け道か全く私覚えてないです。抜け道通ってたのは、いやもう絶対に抜け道あったはずなんだけど抜け道のことばっかり考えてますね。足元も悪いので、この中もあんまり入りたくないしな。行き交う人が行っちゃうと、このように水の流れしか聞こえません。とにかく岩がすごいんですよね。これも大岳かな。見て見てあった、大岳のところにあるんだ。水澄んでますね。もうちょっとだけ見てみようか。してるんだけど、あとはこれか。じゃあ抜け道から帰ります。あ、ヘビ、ヘビ、びっくり。あれどうしたの、抜け道通れなくした。抜け道崖崩れかなんかでもう通れません。諦めます。今日はちょっと日が差してますよね。いつもならこんな日とか差してないんですけど、こちらが一番見事な滝なんですけど、
このところ雨がなく晴ればかりなので、今日はちょっと今行くかなという気がします。なんでこんなに広いんだろうね。ここが木道滝です。少しよね、美しいです。 OK、 かしこちらが木道滝です。雨がしばらくないので、それでもまあここで一番の滝はこちらですね。いい感じですね。ありがとうございます。もう3時過ぎなんですけど、もうこの程度ですね。まあ、この谷合いなので日が暮れるのは結構早い感じです。もう風なんか涼しくない。谷合いなんですね。でももう早く帰らなくちゃ。抜け道通らなくてよかったです。もう一度通れましたから。なんとなくもう暗いですよね。感じすぎない。それでは沈みの畳48席から48滝でした。チャンネル登録、グッド評価、この動画に対するご意見、ご要望、ご感想をコメントください。ではまたね。すごいすごいですね。今日は赤目48滝からお送りいたしました。チャンネル登録、グッド評価に。この動画に対するご意見、ご要望、ご感想をコメントください。では、またね。最初放置したの2階です、こちら。あ、こういう風になってます。ぬいぐるみ可愛らしいですね。あ、野鳥もいろいろいるみたいです。投影機とかやっぱりあるみたいですね。さっきはこんなところ登れませんでした。まあそのうちこういう特集、特集でもやりたいと思っています。